ライフスタイルホテルは従来のビジネスホテルやカプセルホテルなどの宿泊特化型とは異なりデザイン性が高いだけではなく宿泊にとどまらない付加価値や革新的で個人的なサービスを提供するホテルその起源をブティックホテルに持つライフスタイルホテルは現代的なデザインを特徴としパーソナライズされたサービスを提供することで 大手ホテルブランドとの差別化を図っている。ライフスタイルホテルを定義する際の最も重要な要素は、いわゆるブランドホテルよりも革新的で個人的な体験を提供するということ。ライフスタイルホテルは、より多くの付帯サービスを提供し、生活を豊かにすることにフォーカスしている。近年拡大すること消費の需要拡大に伴い、ホテルマーケットは変化した。 その中で生まれたのが1980年頃に登場した新たなホテルカテゴリー、ブティックホテルやそれに倣う形で派生したライフスタイルホテルである。ライフスタイルホテルの起源はブティックホテルにある。パリ、ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコなどの日本国外の主要都市で1980年頃に登場した初期のブティックホテルの中には 贅沢を売りにしたホテルもあったが、その後作られたブティックホテルの多くは、唯一無二のユニークなサービスと経験を提供した。ブティックホテルは、ゲストとの距離感を近く保ちながらも、親身でパーソナライズされたサービスや、特定のテーマに沿ったユニークな体験を提供する、ことで、その地位を確立することとなった。近年、大衆へ向け標準化されたサービスを提供することを、 重視していた世界のホテル経営者たちは多様化したターゲットのニーズを踏まえユニークな宿泊体験を提供するようになった。ブティックホテルのようにより焦点を絞ったマーケティング戦略によって利益を得る。この手法は大規模なホテルチェーンも引きつけることになった。ライフスタイルホテルへの関心の高まりは世界的な現象である。ラスベガスからロンドン、上海、ドバイに至るまで ライフスタイルホテルは数多く誕生し、現在世の中から注目されている。世界では、1980年代から登場したブティックホテルの台頭の流れを受け、ブティックホテルのパイオニアである、イアン・シュラガーやチップ、コンリーなどは、ブティックホテルの重要な要素を取り入れながら、大きなホテルチェーンと連携して、ブランド開発を行うなど、起源となるブティックホテルが、 ライフスタイルホテルの質を底上げさせ、産業全体を牽引している。日本では2014年に開業したアンダーズ東京を皮切りにその高品質や独特な運営ノウハウといった要素を踏襲して大規模なホテルチェーンをはじめ、アパレルや生活雑貨などの様々な業態が参入したライフスタイルホテルの出現は、 宿泊産業の中で最も注目を集めるトレンドの一つである。ライフスタイルホテルとブティックホテルには、泊まる以外の付加価値をテーマとして掲げ独創的なサービス、ユニークな体験を提供する共通点もある。ライフスタイルホテルは、ブティックホテルに習い、革新的で個人的な経験を提供することで、ミルニアル世代を主なターゲットとした現代的なホテルである。 対して、ブティックホテルは、革新的で、個人的な経験を提供しながらも、文化的、歴史的な背景を持ち、一貫したコンセプトと細部に至るまで徹底した、クリエイティブのこだわりが見られ、高品質、高価格帯であり、ハイエンドな人々をターゲットしている。また、類似する、デザイナーズホテルは、著名な建築家や、インテリアデザイナーなどによって手掛けられたホテルと位置づけられている。 ありがとうございます。